東部5万系電車。東部5万系電車。東部5万系電車は2004年、平成16年に登場した東武鉄道の電車である。2005年、平成17年3月16日から東上線系統で営業運転を開始した。東武の通勤型車両で初めてアルミニウム合金車体を採用した。本校では2006年3月18日から本線系統で営業運転を開始した東京地下鉄、半蔵門線、東京急行電鉄田園都市線乗り入れ、対応車両の5050系、2007年6月18日から東上線系統で営業運転を開始した東京地下鉄有楽町線、副都心線、東京急行電鉄東横線、横浜高速鉄道港未来線、乗り入れ対応車両の5070系電車、及び2008年6月14日から東上線系統で営業運転を開始した座席定員制列車 TJ ライナー用車両の5090系電車についても記述する。なお、東武では同一系列内の区分では型の表記を使用している。また、個々の編成を表す場合は池袋、押上、新木場、渋谷、中央林間、元町、中華街方先頭車の車両番号で代表して表記する。本系列は、人と環境に優しい次世代車両をコンセプトに、従来車両よりもバリアフリー、省エネルギーメンテナンスフリー化などを目指し、また、通勤、近郊電車の標準使用ガイドライン誌を考慮して、設計した車両として製造された。これまでの東武の通勤系車両と同様、20メートル両開き4ドアであるが、日立製作所の鉄道車両製作システム A-trainを採用し、車両製作にはモジュール工法が用いられている。車体はアルミニウム合金を用いたダブルスキン構造を採用し、溶接工法には摩擦撹拌接合を採用することで精度の高い仕上がりを図った。連結面は衝突事故における安全性を考慮して、側構え体と妻構え体の接合部を三角形の断面構造としている。東武鉄道の車両では100系、スペーシアで初めてアルミ車体を採用していたが、通勤車では本系列が初めての採用であり、同時に初のアルミ無塗装車となった。東武鉄道における日立製作所製の車両は78系7860系の製造以来、46年ぶりとなる。前頭部は、構え体部分とは別途製造された普通構成の前面パネルをボルト固定によって構え体と接合しており、同設計は本系列と同じく日立製作所において製造された西武鉄道の2万系と同様である。前小灯は HID 灯、尾灯は LED を採用し、1体のケースに収めて前面下部に配置した。車両のカラーリングは、今までの車両で用いられたブルーやブラウンではなく、新規のものとされ、輝くを意味する、シャイニーオレンジ色を、前面ガラスの下には、塗装により、側面は、戸袋部分にブロックシールにより、それぞれ貼り付けしている。車両床面は1世代前の3万系よりも 25mm 低い 1125mm として、ホームとの段差を少なくしている。さらに廃車時のリサイクル性を考慮して、車体各部のアルミ材質の統一を図っている。前面と側面の行き先表示器は LED 式を採用し、側面表示器は行き先表示と号車表示の交互表示が可能となっているほか、走行中は消灯する機能がある。5万系と5050系は3色表示式だが、5070系と5090系では、フルカラー LED が採用されている。なお、東武本線運用の5050系の急行は、写真と異なり反転表示になり、反転なしは区間急行になる。また前面行き先表示器の横幅が狭いので、東武動物公園の表示は、上段が東武、下段が動物公園と2段表示になる。側面の号車表示は5万系では、営業運転開始時は池袋方の区波51000型を1号車としていたが、2007年12月から小川町方の区波5万型を1号車に変更した。なお、ステッカーによる号車表示は後述の5050系、5070系、5090系も含めて設置していない。この仕様は初期車におけるもので、増備車の変更点は、各々の項を参照のこと。室内もモジュール工法により組み立てられており、車内の部材は基本的にアルミニウムを多用することでリサイクル性を考慮している。内張にはアルミ基板の高硬度、アートテックを使用し、清潔感のあるデザインとした。床材は火災対策、安全対策から滑りにくいゴム製のグレーの床材を採用し、座席前と中央部で濃淡をつけてフットラインを表した。特に出入り後部は黄色として目立たせた。座席モケットは一般席が富士の花をイメージした紫色のウイステリアパープル、優先席部では安心感と優しさを感じさせる色調として青緑色のコンフォートグリーンの肩持ち式シートを用した。一人分の掛け幅は 460mm であり、共にセミバケット式である。座席端は黄行の仕切り板を使用し、側扉間の座席にはスタンションポールが1本設置されている。これらの座席はすべて京都府京田辺市にある住江工業製である。客室の側窓は騒音低減のために固定式のものが多く、扉間では黄行の一枚窓として左右方向 2960mm、天地寸法 2020mm と最大限に確保した。窓ガラスには熱線吸収、UV カットガラスのグリーンガラスを採用するとともに、フリーストップ式の巻き上げカーテンを設置している。非常時の換気のため、車端部の窓は千鳥配置で開閉可能となっており、先頭車は1箇所、中間車は2箇所が開閉できる構造としている。さらに駅間における長時間停車時における換気を考慮して、屋根上に非常換気装置を各車1台搭載する。客用ドアは室内側も化粧板仕上げとし、ドアガラスは複層ガラス構造である。ドア脇の手すりは従来のパイプ式のものが省略され、代わりにアルミの凹材が設けられ、この部分には黄色の帯材が貼られている。連結面はつま面窓を省略したほか、貫通扉は上り方向かい側のみに設置する。2号車及び9号車の車内には車椅子スペースを設置しており、このスペースには安全手すりと非常通報装置が設置されている。一般席部の吊り革の床面高さは 1630mm、荷棚の高さは 1700mm だが、車端部では優先席を意識し、吊り革の高さは 1600mm、荷棚の高さは 1670mm と、それぞれ 30mm 低くしている。優先席部の吊り革はオレンジ色のものを使用している。また、吊り革のベルトには合成皮革の使用を取りやめ、ナイロン製とすることで火災発生時における有毒ガス対策としている。車内は3万系と同様に客用、ドア上部に LED 式の旅客案内表示器を千鳥配置で設置しており、ドアの開閉時にはドアチャイムを鳴動させる。また、自駅案内の際に号車を表示する。5050系、5070系では、乗り入れ先では、乗り入れ路線の車両に合わせた表示となるが、号車案内については、東武鉄道線内と同様の表示形式で表示される。5070系3次車については、すべてのドアのカモイ部に、LCD 式の旅客案内表示器が設置されている。自動放送装置を設置しており、自駅、乗り換え案内や隠しマナー放送、英語放送機能を有する。自動放送の機能で、ドアが開いているときは、ドア付近のスピーカーから約7秒に1回、ポーンというが鳴動する。これは、視覚障害者にドアの方向を知らせるサインである。さらに車外スピーカーを設置しており、車掌の操作により、閉閉時にドアが閉まります。ご注意くださいと乗降促進放送を流すことができる。2018年度の設備投資計画で5050系、5070系を対象に LED 式から LCD 式の旅客案内装置へ交換することが発表された。ドアエンジンはメンテナンスの容易化のため、頭部の車両で初めて電動モーター駆動方式を採用した。各扉に設置したドア制御装置は、モーター電流の検知により飛ばさみ検知を行い、モーターのオン、オフによりと閉力を弱める。乗客や荷物が挟まれた時には、容易に脱出できるようにと閉力を弱める、自診断機能、位置制御学習機能、状態監視機能を備える。異常時などに手動でドアを開閉する場合、電気式を採用したため車外、車内カモイ部の解錠ハンドルを操作すれば可能である。車両電源がある状態で乗務員室車掌ユニットの総括一斉解錠スイッチ操作すれば、片側の全ドアが各車車内細部にある解錠スイッチを操作すれば、当該車両の全ドアがそれぞれフリーとなり、手動で開閉できる。また、従来の車両と同様に片側4カ所のドアのうち、中央の2カ所を締め切る中扉締め切り機構が設置されている。車端寄りで旅客案内表示器がないドア上部には、半自動と表記された小さな表示があるが、これは駅での長時間停車時にドアを手動で開閉することができる場合に点灯する。乗務員室内は灰色の配色、運転台形基板は濃いグレーの色調を採用した。各系列共通で主幹制御機は T 型ワンハンドル式を使用しており、P3 もしくは P4 ノッチから P2 ノッチ位置に戻すことで低速運転機能が作動する。計基板は中央に時速 120km 表示の速度計を配置、両端に各種表示灯を、左端にはマスコンノッチ表示灯を、右端には車両情報制御装置のモニター画面が収納されている。安全対策として5090系以降に製造された車両では、計基板上部に手装置スイッチを新設した。乗務員室時切りは、運転台背後に配電盤を設置したために窓はなく、中央に固定窓、右側に仕切り扉窓がある。遮光幕は両方の窓に設置している。走行機器類は各系列ともほぼ共通である。制御装置は日立製の2レベルイベット素子仕様の VVVF インバータ制御でベクトル制御による全電気ブレーキ方式を採用している。制御方式は 1C4M2 群及び1群制御方式で重量固定編成中の MT 比は 5M5T としている。主電動機は 165kW 出力のカゴ形、3小誘導電動機を採用している。台車はモノリンク式軸箱支持のボルスタレス空気バネ台車を使用し、基礎ブレーキは片押し式のユニットブレーキを使用している。終電装置はシングアーム式パンタグラフを採用し、制御装置を搭載する電動車に各1機を設置する。補助電源装置は東芝製のイベット素子を使用した259馬出力静止系インバータを搭載した。編成で2台を搭載し、架線からの直流電源を参照、交流 440V に変換する。また、中間付随車3両の床下には、非常脱出用のはしごが設けられている。空気圧縮機は、ナブテスコ製のスクリュー式 AR1644RWS20A 型で、3万系、同様に装置自体を箱に収めることで、騒音低減に配慮している。その後の5090系以降に製造された車両では、除湿装置1体系のパッケージコンプレッサとした、AR1644RWS20C 型に変更された。ドアエンジンに電動式を採用したことにより圧縮空気の使用量が減ったために重量編成での搭載台数は2台とした。ブレーキ装置は回生ブレーキ併用全電気指令式空気ブレーキ方式である。保安ブレーキ、抑圧ブレーキ遅れ込め制御を備えている。各社には車輪の滑走を防止する滑走防止装置を設置している。また、速度時速 70km 以上からの非常ブレーキには増圧ブレーキ機能がある。3万系に引き続いて、車両情報制御装置を採用した。システムには、日立製作所が開発した ATI 装置、オートノマスディセントラライズドトレーン、インタグレートデシストムが採用されている。車両搭載の主要機器は ATI 装置を通した RS-485 によるインターフェースを行い、状態を常時監視しており、運転台モニターでの車上検査機能や、故障時には乗務員への放置とガイダンスを行う。立行や常用ブレーキの指令についても ATI の制御伝送機能を経由しており、車両内配線や引き通し線の大幅な削減を図ることで、車両軽量化や小メンテナンス化を実現している。このほか、研修時の支援機能として、自動研修機能や試運転支援機能等を有する。システムの伝送速度は 3.2kbps と高速伝送性能を備えている。冷房装置は東武鉄道発の集中式を採用した。いずれの系列も東芝製のプー -15005 系であり、装置能力は 58.1kW である。装置はリヒートヒータによる除湿モードを備え、除湿運転時はコンプレッサに入る冷媒を一時バイパスし、冷房能力を下げるアンロード機能を有する。冷媒は代替フロンである R407C で、室外送風機は、羽の材質と形状を工夫し、低騒音化を図った。車内では、先頭車7台、中間車8台の補助送風機を設けている。暖房装置は、肩持ち式シートの採用で、座席かつり下げ式に変更した。設備は、従来の通勤車両同様に出力の高いものを使用しており、7人掛け座席部では 1300W 出力を2台。車端部では 1100W 品を1台設置している。なお、5090系のクロスシート部では 350W 出力品を36台を設置している。これらの空調設定は前述の ATI モニター画面から操作を行い、空調モードは冷房、除湿、暖房、弱暖房、通風と送風機の運転が可能である。2012年3月31日時点では、東上線森林公園研修区に10両編成9本が配置されている。東京地下鉄有楽町線、副都心線、東京急行電鉄東横線、横浜高速鉄道港未来線への直通運転に対していない。車体外観については、最初に落成した51001編成は、正面非貫通式で、前面窓は大型一枚窓とされ、前頭、尾頭ケースは下部に下げられた形態である。2005年度落成の51002編成では非常用、貫通扉を助手席側に設置し、乗務員室内に非常脱出用のはしごを設置した。貫通扉の設置で前頭、尾頭の位置は、車両床面に合わせた約 100mm 高い位置に変更され、以降に製造される。本系列の標準形態となった。これは、同時期に登場する5050系と構造を揃えたためとされている。主幹制御機は、東武東上線所属の車両では初めて、ワンハンドル式を採用した。このために2004年11月の搬入後、翌2005年3月の営業までに乗務員の習熟運転期間が長期間蹴られた。東上線所属の車両では、初めてのイベット素子を使用した VVVF インバータ装置やシングルアーム式パンタグラフを採用するなどの点もある。車内放送は本線系統に配置されている3万系に続いて女性の自動放送装置を採用した。加えて東部の通勤電車では初めて東上線内において英語放送を採用した。2006年12月23日に森林公園研修区で開催された東上線クリスマスイベントにおいて外観の異なる2編成が並んで撮影会用として展示された。また2008年3月23日に森林公園研修区で開催された TJ ライナー愛称決定記念イベントにも2編成が並んで撮影会用として展示された。2009年度から製作された3次車及び4次車は4年度振りの5万系となり、その間に製造された車両の仕様を取り入れ、バリアフリーの向上を図っている。伊勢崎線、日光線及び東京地下鉄、半蔵門線、東京急行電鉄田園都市線、直通列車用として南栗橋車両管区に10両編成18本が配置されている。外観と仕様は5万系、第2編成に準じているが、同系列とは以下のような変更点がある。側面の行き先表示器は、3万系では、半蔵門線直通、種別、行き先をまとめて表示していたが、本系列では、種別、行き先、半蔵門線直通、号車表示を交互に表示している。ただし、半蔵門線直通の表示は、東武線内上り列車のみ表示しており、それ以外の区間、列車では、種別、行き先、号車表示の交互表示である。号車表示は、半蔵門線、東急線に合わせて、浅草、押上方の区派51050型を10号車としている。51051編成、51061編成、51062編成、51066編成を除く、各編成は3万系を置き換えているため、置き換えた編成は置き換え対象の同系列から、供出した ATC-S 装置や、乗り入れ用列車無線装置などを搭載し、乗り入れ用機器を供出した3万系は2005年12月から地上線専用の運用に転じている。2009年9月時点での置き換え状況は以下の通りである。地下鉄乗り入れ対応編成は3万系2編成と510系18編成の計20編成となり、平日、土曜、休日ともに17編成が運用される。2008年度に落成した51061編成以降では一部に590系の仕様を取り入れている。走行機器面では空気圧縮機を590系と同様の除湿装置、一体系のパッケージコンプレッサに変更した。運転台は従来車両と同様だが、軽基板上部にで装置スイッチを新設した。2016年11月3日から東武鉄道、埼玉県、春日部市との共同企画として、春日部が舞台のクレヨンしんちゃんの25周年を記念したラッピング編成を計5編成運行している。当初はしんちゃん仕様の1編成のみだったが、好評のため春日部防衛隊のメンバーをメインキャラクターにした5編成を追加した。運用は他の東京メトロ、東急直通車と共通であり、東京都や横浜市等の屋外広告物条例にのっとった手続きを済ませているため、半蔵門線、東急田園都市線へも通常通り乗り入れる。当初は2017年5月中旬頃までの運行予定だったが、好評のため8月まで延長された。2012年3月31日現在、東上線の森林公園研修区に10両編成7本が配置されている。東京メトロ有楽町線、副都心線、東急東横線、横浜高速鉄道港未来線への直通運転に対応している系列である。外観や仕様は放送設備なども含めて510系に準じたものであるが、随所に変更が加えられている。編成、公衆輸送日、地上運転営業開始日、地下直通運転営業開始日は次の通りである。2008年6月14日のダイヤ改正より、東上線で運転を開始した座席定員制列車 TJ ライナー用に導入された系列である。2012年3月31日時点では、東上線の森林公園研修区に10両編成6本が配置されている。基本的にこれまでの5万系列に準じているが、車体には従来のシャイニーオレンジの他に東上線のイメージカラーである、ロイヤルブルー2の帯と、途上ラインが入れられ、一般車との識別性やスピード感を表現した。行き先表示器は570系同様に、フルカラー LED を使用している。前面行き先表示器は種別と行き先の間がなくなり一体型に変更されている。車内は、基本的にそれまでの各系列に準じているが、側面及び妻面の内張りを高高度。アートテックをやめ、一般的なメラミン化粧板に変更した。床材は濃いグレー一色に変更した。側窓は車端部を固定窓とし、客用ドア間の大窓は2分割化、開閉可能な構造に変更した。このため、屋根上の非常換気装置は省略された。車内天井部では、中吊り広告枠の設置は省略された。ドア上に自撮り配置されている LED 式の旅客案内表示器は TJ ライナーでの使用を考慮して枕木方向にも設置されている。関東の鉄道事業者では初めて座席に近畿日本鉄道の L、C カーのようにクロスシートとロングシートとに転換できるマルチシートが装備された。座席の掛け幅は 455mm でクロスシート時のシートピッチは 1000mm となっている。一般席には青色系で濃淡を組み合わせてハイグレード感を、優先席には従来の青緑色系で安心感を演出した。貫通路側の3人掛け座席は転換装置を装備していないが、背もたれた傘は他の座席に合わせられ、肘掛けも装備された。クロスシート使用時には、乗客がペダルを踏むことで自由に座席を転換すことができるが、ロングシート使用時にはペダルが収納される。TJ ライナー、池袋で折り返し、TJ ライナーとなる、快速急行、TJ ライナーの折り返し普通列車で運用される場合は、クロスシートとなるが、それ以外はロングシートとなる。座席端の袖仕切りは、クロスシート運用時を考慮して大型化されている。走行機器などは従来車両と同様であるが、空気圧縮機は除湿装置一体系のパッケージコンプレッサに変更した。床下では各車両の座席を制御する座席制御箱が設置されているほ、先頭車にはと平制御切り替え装置が設置されている。運転台は5万系に準じているが、軽基板右側上部にで装置スイッチを設置した。なお、座席の転換は、運転台にある ATI のモニター画面から行う。第1編成は2008年2月2日から4日にかけて、第2編成は同月16日から18日にかけて、第3編成は3月1日から3日にかけて、第4編成は同月16日から18日にかけて、森林公園研修区へ公衆輸送され、2008年3月21日に、報道公開された。また、同月23日に、森林公園研修区で TJ ライナー愛称決定記念イベントが開催され、第 1.2 編成が池袋発森林公園業の臨時列車に充当された。先頭車の前面には TJ ライナーのデビュー告知ステッカーが重複され、車内には東上線の歴代特急の写真などが展示された。さらに、同年4月20日には、第1編成が臨時急行7方向に充当され、6月14日から本格的な営業運転を開始した。2010年10月29日発表の東武グループ中期経営計画2010-2013では今後、TJ ライナーを増発することが計画され、2011年に増発を行った。2015年11月28日から2019年2月7日まで、東上線全線開業90周年を記念し、1編成を、かつてのフライング東上号のラッピングを施して運用していた。第2編成は2019年2月から、川越の PR 施策として、池袋、川越アートトレインとして運行されている。また2019年現在、定期運用で、東上本線を走る自社車両としては唯一旅客向けフリー Wi-Fi の設備が全編成に施されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。